久保さん。いやお金よりね、大切なものね、あるんですかね。多分な、あんまないんじゃないですかね。ぶっちゃけ。<laughs> まあ、お金が全てだと思います。お金が全て。はい。まあ、多分ね、僕もそうだったんですけど、あの、なんだろうな。お金がないときに、あの、お金が全てって言えない言い訳を作りたいんですよね、みんな。僕もそうでした。 お金がないけどもん、我慢する上で、いや、お金が全てじゃないよ、ということによって、お金がない自分を正当化していくというところでございます。だから結論、僕はお金稼げるようになっと思ったのが、やっぱお金が全てだなと。うん。まあなぜならば全てにやった、全てにやっぱお金がかかるということですね。まあ特にね、まあこれは久保さんと僕とかぐらいしか、 あの経験はあんましないとは思いますけどもお金がすべて何かっていうと給料を払うっていうこともじゃあ給料なしで働いてくれますあなたもう一度言いますねお金がすべてじゃないっていうんだったら給料なしで働いてくれますこれ給料払う側になったら給料すべてなんですよ絶対払わないといけないっていうね責任がありますからもちろんそのねその責任を逃げる人ももちろん世の中にはいるけども僕は少なくても まあ逃げずに払いましたよあの金借り自分の貯金全財産ね、あの会社にぶち込んで借り入れもして給料払いましたよ。どうですかねお金、給料なしで働いてくれますかそんないないですよ。<laughs> 1年、2年、3年、4年、5年、6年、10年、給料なしで働いてくれる人いるんですかこのように。30年、給料なしで働いてくれる人がいるんですか、まあ、極端ですけどね。 だから、結局はやっぱお金が全てなんですよ。うん。だから、お金がすべ、お金が全てじゃないっていうところに関しては、本当にお金を稼いでから考えればいいと思いますし、お金を稼いでから別に見ればいいわけじゃないですか。うん。いや、吉田さん、別にね、お金なくてもいいんですよっていう人いるかもしれないですけど、本当にそうでしょうかね。ね。今は、うん、必要なかったとしても、将来かかるお金もあるんですよ。 老後どうするんですか子供の養育費どうするんですか大学行きたい習い事行きたいどうするんですか今はお金かからなくても将来かかるお金もあります。わかりますかなんて <laughs>、お金から逃げられないんですよ、僕たちっついうのだから、ぶっちゃけ本当にお金から逃げられないんで、お金が全てって言い切っちゃった方が、ぶっちゃけ楽っていう。楽ですよ。うん、お金が全てだからお金稼がなとあかんなって終了じゃないですか。 でもしそれを否定するんだったら本当無人と言ってください。お金が一切かからないね。何もない。自分であの自給自足するを無人と行けばいいと思うんですよ。だってお金が全てじゃないんだから、ね、お金ないところでも生きていけるでしょうと。自分で、ね、あの木の枝拾ってきて、小屋建てて、やればいいじゃないですか。 火はね、こうなんか起こすとか、こうやって起こすとかやればいいじゃないですか。お金が全てじゃないんだから。ライター買うのにもお金かかるんですよ。火をつけるのにもお金かかるんですよ。って話で <laughs>。だからまあ、本当ね、これはね、あの、多分、すごく、あの、反論はあると思いますけども、でも僕が言ってるのは、嘘ではなく事実なんで、でもその事実、水戸黄門の印籠を突きつけられた時に、ね、逃げたくなるわけですよ、みんな。僕もそうでしたから。逃げてましたよ、お金から。 うん、だから昔ね、その、お金がなくても幸せですっていう人がいて、もうぶった切りましたね。<laughs> いや、幸せなんだったらなんで僕に悩み相談するのみたいなね。<laughs> いや、幸せだったら今普通に生きればええやんみたいなね。<laughs> え、そうじゃないですか。別に幸せだったら、別に悩みないですよね。うん。お金は必要です。うん。だから、お金が全てというよりかは、お金は必要なものと僕は思ってますね。うん そうただし言葉としてはお金がすべてって言っちゃった方がもうなんかもうさっぱりするって感じですねもうさっぱりきれいさっぱりそ,そっちの方がね、あのー、いいと思いますなんかそこにアーダコーダーこねくり回してねそれをオブラードに包むよりかはお金がすべてって言った方があのー、なんかいいんじゃないかなと正直に生きててうんだからそういうふうに言えるようにお金をしっかり稼ぐっていうね 別にあのお金の稼ぎ方は今いっぱいあるわけですよ。で、お金が稼げてないっていうことは、それを学んで実践してないだけです。昔はね、あの情報がなかったわけですから、あのー、ね、あのー、稼ぎ方もわかんなかったわけじゃないですか。でも今は情報がたくさんあります。無限に。グーグれば無限に出てきますよ。あとはそれを勉強して実践するかですよね。 で実際に今お金稼いでる人たち、うまくいってる人たちの話もね、YouTube 開いたら無限に聞けるわけですよ。まあ,あそんなんね、あのー、やってないだけですからね、結論。やれということでございます。いってらっしゃい。